これから免許証申請後の注意事項についてご説明いたします。重要な事項についてご説明いたしますので、必ず注意して聞いていただくようお願いいたします。まず今後の流れについて簡単にご説明いたします。事前にご記入いただきました登録済み証明書のハガキについては、3月から4月の中旬頃、厚生労働省からお手元に届きます。本日ご記入いただきました免許証の交付に関するハガキは、6月から7月頃お手元に届きます。こちらのハガキがお手元に届きましたら、京都府庁に免許証を取りに来てください。まずはじめに、事前にご記入いただきました登録済み証明書のハガキについてご説明いたします。こちらのハガキは申請日から2週間から4週間程度で届きます。こちらのハガキは厚生労働省の籍または名簿に登録が完了したことを証明するもので、証明書に記載されている登録年月日よりも前に医療行為を行うことはできません。また、こちらのハガキは免許証ができたことをお知らせするものではありませんのでご注意ください。次に、本日ご記入いただきました免許証の交付に関するハガキについてご説明いたします。免許証は例年6月から7月頃に出来上がります。免許証ができたことをお知らせする際は、現在画面に表示されているハガキでお知らせいたします。こちらのハガキは大切なものになっておりますので、届く前に住所が変更になった場合は、必ず郵便局へ転居届の提出をお願いいたします。免許証を受け取る際の注意事項について説明いたします。免許証を受け取る際の持ち物は次の4つです。免許証の交付に関するハガキ、ご自身のご印鑑、運転免許証や健康保険証などの公的証明書、また免許証は A4 サイズより一回り大きい賞状型の B4 サイズとなっております。 B4 サイズの免許証が入る角一型の封筒や筒をお持ちください。免許証受け取りの取扱い時間について説明いたします。取扱い時間は同日祝年末年始を除く平日の午前9時から12時、午後1時から午後5時となっておりますので、必ず取扱い時間内のお受け取りをお願いいたします。なお、12時から午後1時は窓口対応時間外となっておりますので、ご注意ください。免許証のお受け取りを家族、ご友人にお願いする場合について説明いたします。受け取りをご自身ではない他の方にお願いする場合は、委任状が必要となります。免許証の交付に関するハガキの下の部分に委任欄がありますので、ハガキがお手元に届いた後、必ずご本人様がご記入、押印していただきますようお願いいたします。免許証の受け取りを家族、ご友人にお願いする場合の代理人の持ち物は次の通りです。免許証の交付に関するハガキ、代理人のご印鑑、代理人の公的証明書、B4 サイズの免許証が入る封筒や筒、以上となっております。また、本日ご説明したことは、お手元の資料にも記載されておりますので、再度よくお読みいただきますようお願いいたします。